今日は登山の日ですね。皆さん山登りを楽しんでいるようです。ここでいただいた登山リポートをご紹介します。秋田県小勝郡東成瀬村からいただきました。リポーター名北天さん、おはようございます。栗駒山登山口駐車場から登りますといただいております。こちら奥に見えているのは鳥海山だそうです。雲が多いもののこの後登山頑張ってくださいね。続いてはこちら、群馬県の伊勢崎市からいただきました。リポーター名さくまるさん、今日は登山の日、山登りをしてきました。登山口から登り始めて3分登頂です。標高91メートル、群馬県で一番低い山、権現山、汗一つかかない登山でしたといただきました。登り始めて3分で登頂してしまうんですね。早いですね。続いて見ていきましょう。京都府福知山市からいただきました。リポーター名エレファントジュビリーさん。今日は登山の日、京都府福知山市にある御嶽山山頂に着きました。曇り空ですが木々の間から見える景色はいいですね。帰り道も気をつけて下山しましょうといただきました。お疲れ様でした。続いて見ていきましょう。鳥取県西白郡伯耆町からいただきました。リポーター名七助さん、初登山リポート。鳥取県大山6合目付近、山頂に行くにつれて徐々に紅葉が見られます。ビフォーアフターが楽しみですねといただきました。まだまだ緑は青いですね。この後の紅葉を色づけ始めるのが楽しみです。皆さん思い思いに登山を楽しんでいましたね。この時期は朝晩の体感差がありますので、お出かけの際は羽織るものがあると安心です。この後も素敵な土曜日をお過ごしください。